以前洗剤の量を気にせずジャブジャブ快適にお風呂掃除ができるバスタブ洗いのやり方をご紹介しました。大きく2つのやり方がありまして、1つは食器用洗剤を使う方法です。このバスタブをバケツ代わりに使って、水とそして少しの食器用洗剤を入れて、で泡立ててバスタブを洗ったり洗い場側を洗ったりするというやり方なんですけれども、もう一つが石鹸を使う方法です。液体の洗濯石鹸を少し入れたり、あとは固形石鹸を使って同じように水で薄めて洗っていくというやり方なんですが、石鹸を使う方法の大きなメリットが泡切れの速さなんです。泡切れが早いことですすがれやすくなりますので、時短節水につながるところが大きなメリットなんですけれども、だいぶ薄めて使いますので、洗剤を薄めて使う方法よりも少し汚れ落ちが比べると悪いのかなと。そこで今回は石鹸を使ったバスタブ洗いで十分汚れ落ちも期待できるやり方をご紹介しようかなと思います。その方法とはズバリシャボンのあぶくを使うというやり方です。このシャボンのあぶくも石鹸なんですよ。で、無添加水石鹸なんですが、成分のところを見ていただきたいんですけれども、炭酸カリウム5%って書かれてますよね。これはアルカリ剤です。なので普通の液体石鹸よりもアルカリ度が高いんですよ。薄めても結構なアルカリ度がありますので、次に界面活性剤と書かれてますけれども、脂肪酸カリウムですので、これ石鹸ですよね。石鹸の界面活性作用と炭酸カリウムのアルカリの働きで汚れを落としてくれると。ここがこれまで紹介しました石鹸を使ったバスタブ洗いと大きく違うところで、汚れ落ちがいいんですよね。ということで実際にバスタブを洗っていこうかなというふうに思います。で、バスタブを見ていただきたいんですけれども、内側の水面のラインに汚れがついてるじゃないですか。これ銅汚れなんですよね。シャボンのあぶくの原液を使って、この銅汚れがどこまで落ちるかちょっと試してみたいと思います。では、シャボンのあぶくを、はい、このぐらい入れました。そしてブラシにつけましたら、これはバスボン君ですね、塗りつけていきます。ちょっとバスタブが濡れているので薄くなりますけど、あ、結構落ちますね。結構落ちます。あ、すごくよく落ちますね。はい、完璧には落ちないんですよ。なぜかというと、ガチガチ銅石鹸の方は落とすことができないからです。はい。あ、でもすごく綺麗になりましたよね。このあたりまでやってませんので、やったところはこうですからね。これまでキッチンアウハイターとかカビキラーとか使って銅石鹸落としていましたけれども、シャボンのあぶくの方が素材に優しいですから、で落ち具合も同じぐらいですもんね。もしかしたらシャボンのあぶくの方がよく落ちるのではないかと思うぐらい、今やってみてよく落ちましたですよね。すごく綺麗に、少し置かなくても、まあ、このぐらいの落ちがあると。続きまして、シャボンのあぶくを使ったバスタブ洗いをやっていきます。まずは栓をします。そして水を入れていきますけれども、直接ジャーッと入れてもいいですし、ある程度測ってから入れてもいいですね。この入れる量なんですけれども、だいたい 300ml ぐらい。基本的なシャボンのあぶくの使い方は30倍希釈なんですよ。なので水300に対してシャボンのあぶく 10ml ということになりますので、そのぐらいの割合で使われるのがいいと思います。ただぴったり合わせなくてもいいので、だいたい目分量で、はい、入れていただいてもいいですし、キャップが計量カップになってまして、10ml おきにラインが入ってるんですよね。マックス 30ml まで計量できるようにはなってるんですけれども、大体でいいです。なぜ大体でいいのかと言いますと、こうやって混ぜるじゃないですか。ある程度泡立てば OK なんですよ。泡立たない場合は少し加えていただくと、そのぐらいざっくりの使い方でいいです。あまり手間をかけると面倒ですからね。そうしましたら、この液をバスタブに塗りつけながら洗っていくと、結構な洗剤の量を使ってますけれども、実際のところたった 10ml ですからね。でも正直なところ、このぐらいの量でバスタブを洗うだけではもったいないです。なので床とか壁とかカウンターとか一緒に洗った方がいいと思いますね。
これが本当に楽なお風呂掃除のやり方なのかなと思って、いろんなやり方を紹介してるんですけれども、石鹸を使ったやり方でさらに汚れ落ちがいいと。具体的にはぬるぬる汚れに対して効果がありますね。ぬるぬる汚れって言いますと、お風呂場で一番つくのが皮脂汚れと。皮脂汚れはそこまで頑固な汚れではないんですけれども、しばらくほったらかしていると黒ずんできたり黄ばんできたりしまして頑固になっていきますんで、そのぐらいになっていてもシャボンの油であれば結構落ちやすいのかなというふうに思います。その理由はお伝えした通り、石鹸の働きに加えてアルカリの働きも加わるからということになりますね。非常に泡立ちが良くて快適です。はい、この泡立ち具合は水の薄め方によっても当然変わりますけれども、水道水の硬さによっても変わります。よく水が柔らかいとか硬いとかって表現したりするじゃないですか。ミネラル分が少ない水ほど少ない石鹸の量でもちゃんと泡立ってくれますし、ミネラル分が高めの地域にお住まいですとちょっと多めに入れてあげないと泡立たなかったりしますので、あくまでも目安は30倍希釈ですけれども、微調整しながらこのぐらい泡立つぐらいにして使っていただくと、そうすると非常に汚れ落ちがいい状態になりますので。ちなみにどのぐらいのアルカリ度かと言いますと 10.5 ぐらいはあると思います。 10.5 ぐらいというと、最近主流の放置系のバスクリーナー、例えばバスタブクレンジングとかバスマジックリンエアジェット、それらと同じぐらいのアルカリ度ですね。なのでアルカリの高さだけで見るとそのぐらいの洗浄力があると。はい、では排水をして、で見ていただきたいのが泡切れの速さということになりますね。はい、かけていきますね。こうやってヘリのところにまずこうかけますよね。で、こうバスタブの内側にこう水をかけていきますけれども、もう一発で消えてなくなるわけですよ。これ普通のバスクリーナーだったらありえないじゃないですか。最低でも 2,3 回やらないと抜けていかないんですけれども、石鹸の魅力は何といってもこのすすがれやすさということで、非常に節水と時短につながりますので、忙しい時間帯にお風呂掃除をされているという方にはとても大きなストレス軽減につながるのかなというふうに思います。はい、ということで今回はシャボンナブクを使ったバスタブ洗いのやり方をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。シャボンナブクは石鹸ということは、そのようなお風呂掃除の仕方をすると石鹸カスがバスタブについてしまって大変なことになりませんかというふうに思われる方もいるかもしれませんが、大丈夫です、安心してください。なぜかというと、シャワーでしっかりすすぐからです。石鹸の泡がついている状態でお掃除をやめてしまうと、それは石鹸カスになってしまうということがあるかもしれませんが、しっかりすすぎますからね。で、さらにはすすがれやすいということですので、ちゃんと流してさえいれば石鹸カスになってしまうということは考えられません。体洗いに石鹸を使っている方、洗い場の周りがですね、石鹸カスで汚れてしまうという方いるかもしれませんが、それも同じで結局ちゃんとすすいでいないんですよね。石鹸を使っていても石鹸カスにお困りでない方も当然いるんですよ。それはやっぱりちゃんとすすいでるからですよね。体を洗った後すぐに洗い場周りを丁寧にシャワーで流すということをされない方もいるじゃないですか。そのような場合は石鹸カスがつきやすいと。でもしっかり流すとそのようなことはないですし、お掃除ということですと、その後しっかりシャワーですすぎますよね。流れとしまして体洗いの方が流す工程をおろそかにしてしまいがちですから、そういった点でもお掃除に石鹸を使う分については石鹸カスになりにくいのかなと。ただ排水口だけは石鹸カスがつきやすいです。私も排水口のヌルヌル石鹸カスとブヨブヨ石鹸カス結構ついてしまって、排水口掃除の都度落としているんですけれども、水洗いだけでも落とせるような汚れですので、困るようなことはそこまではないです。それと今回バスタブをバケツ代わりに使ってシャボンの油の30倍希釈液を目安にして作りましたけれども、ちょっともったいないなというところはあります。なのでスプレーボトルに作るのが一番いいですよね。このシャボンの油はだいぶ日持ちしますから、1ヶ月ぐらいだったら全然大丈夫だと思いますので、スプレーボトルにある程度の量を作っていただいて、シュッシュッシュッと普通のバスクリーナーのように吹きかけてお風呂掃除をするというやり方でもいいです。ただバスタブ洗いのメリットの一つのジャブジャブ豪快に気持ちよくお風呂掃除ができるという点はなくなってしまいますけれどもね。このシャボンナブクについてもっと深く知りたいという方は概要欄に解説動画のリンクを貼っておきます。また商品ページ
のリンクも貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。